はい、ありがとうございます。先ほどまでは宮村さんがなぜ国際協力に興味を持ったのかっていうところから、大学の休学してセネガル行くところまでお話をお伺いしたんですけど、この動画ではもう少し深掘りをさせてもらいたいなと思ってまして、セネガルに行って午前午後で2つの団体のボランティアをしましたというところあると思うんですけど、実際住んでみて食事とか気候とか住みやすさっていう観点をちょっとまず聞きたいなと思ったんですけど、どうでした？すごく住みやすくて、ご飯がとにかく美味しいんですよね。ご飯は米が主食なんです。はい、日本人の口にも。ああ、そうなんですね。ちなみに何が出てくるんですか？一つのお皿で出てくることが多いんですけれども、はい、一番有名なのがチブジェンという炊き込みご飯とかパエリアみたいな風味。ああ、そんな感じです。めちゃくちゃおしゃれですね。美味しいです。上に魚やちょっと野菜が入っていて。あ、そうなんだ、はい、なるほど。じゃあ気候もそんなに暑くもないし寒すぎるもないみたいな感じ。そうですね、私が住んでた町が北部だったので、むしろ夜はちょっと寒いぐらいで、ジャケットが必要でした。そうなんですね。実際どんな生活されてたんですか？毎朝何時に起きてました？毎朝、鶏の鳴き声とかが聞こえたりするんですよ。はいはいはい。忘れちゃったんですけど、すごい早い時間には一度起きて、はい、実際に朝ごはん食べていくのは日本と同じぐらい、あ、じゃあ8時とか9時とか、はい、それぐらいだったと思います。え、で帰ってくる時は何時まで仕事してたんですか、ボランティア？セネガルではお昼一度家に食べに帰るんですね。そうなんですね。学校も、学校の子たちも一回家にお昼ご飯食べに帰ってくるっていう感じだったので、ホーム先に一度戻ってきて、お昼ご飯を1時とかに食べて、はい、で2時ぐらいからまた次のボランティア先でお仕事を。めちゃくちゃ大変ですね。ちなみに2つのボランティアやってて、どっちも楽しかったと思うんですけど、強いてあげるとしたらどっちが楽しかったですか？タリベのストリートチルドレンのサポート、はい、あ、そうなんですね。ちなみに何が楽しかったんですか？楽しかったというよりもやりがいを感じたっていうのが大きいんですけれども、幼稚園と2つ働くと違いがよくわかるんですよね。違いすぎますよね。年齢は同じぐらいだったりするんですけれども、持ってきたおやつを分け合ってる幼稚園の子たちと、ちっちゃなパンのかけらも取り合ってるタリベたちと、同じ年齢の子供たちなのにこんなに違うっていうのはすごく感じるものがあって、タリベセンターの方は子供たちと触れ合って怪我の治療をしたり、シャワーを浴びさせたり、ご飯を配ったりするんですけど、すごく子供たちとも仲良くなって喜んでくれたりもしたので、やりがいがありました。なるほど。ちなみにセネガルにいた時に日本人の方って周りにいらっしゃいました？最初の1ヶ月は日本人一人も会わなくって、その後にジャイカで来られてる方とか、あ、そうなんですね。お会いする機会はありました。え、ジャイカで何しに来られたんですか？協力隊の方だったり、あとはジャイカの本部の方で確か水質の調査をされてたりとか、結構日本人はセネガルは多いですね。多いんですね、はい、なるほど。じゃあそういう形で働いてましたと。そこで3ヶ月間普通にボランティアとして活動してたじゃないですか、はい、でホームステイも多分3ヶ月なんですよね、はい、で残り1ヶ月はいろんなところに行ってたっていう話あったと思うけど、はい、それはセネガル内でいろんな場所に行ってたってことなんですか？結果的にはほとんどそうなったんですけど、本来はアメリカ人のボランティアで仲良くなった子と一緒に2人で周辺の国を全部回ろうっていうことで、そうなんだ、陸路でガンビアに行って、ギニアビサンに、そこまでは実際に行ったんですけど、その後ギニア、マリ、モーリタニアと回る予定だったんですが、ビザを取るときにビザを取る大使館の方からなんか旅行に行っててビザが取れなくて、いつ帰ってくるかわからないって言われたんで、はいはいはい、アフリカらしいんですけど、そこでビザが取れず諦めてセネガルに戻って、そこからはいろんな村を回っていきました。あ、そうなんですね。ちなみにその中で作者の方とお会いしたみたいなところも聞いたんですけど、そうです。それはどうやってお会いしたんですか？最後に応援メッセージはこちらにお願いしますっていうキャディさんの団体のメールアドレスが書いてあった。なるほどね。そこにメッセージを送ったら、はいはいはい、キャディさん普段今ベルギーに住んでらっしゃるんですけど、あ、そうなんですね、たまたまその時セネガルに何ヶ月か里帰りで来てるので、はい、私の家においでって言って、すごっ、会いに行きました。実際会いに行った時どうでした？全てその背景を知った状態で会うんですけど、印象としてはすごく自分をしっかり持ってて、自分にとってはお母さんぐらいの年齢の方なので、すごい私のことを子供のように可愛がってくださって、家にもそのまま1週間ぐらい泊めていただいて、すごいすごいんだけど。そうなんだ、はい、今でも娘のように。はいはい。ちなみにそこで何をしたんですか？キャディさんが女性器切除だったりレイプだったり、いろんな女性に対する暴力
に対しても活動されている方なんですけれども、うんうん、そういう女の子たちを避難させるためのシェルターを作ってらっしゃって、うん、避難所を見せていただいたり、はい、今後の夢について教えていただいたり、なるほど、ではそういうことをしました。なるほど。じゃあキャディーさんは基本的にはセネガルを対象にしてシェルターみたいなのを作ってる。そうです、シェルターを作ったり子供の教育をやったりような NPO を立ち上げてらっしゃる。ちなみにキャディーさんの夢は何だったんですか？その避難所を完成させて女性たちをかくまって、そこで職業訓練をして縫い物を教えたりとか農業を教えたりとかいろんなことをして女性の自立を支援したいっていう、本当にキャディーさん自身がどうなりたいという夢じゃなくて、本当にセネガルの困難な状況のある女性たちに手を差し伸べたいっていうような素敵な夢で。あ、そうだったんですね、はい、実際女性器の切除って何を目的にするんですか？地域によっていろいろあるんですけれども、はい、一人前の女性になるための通過儀礼だったりとか。あ、そうなんだ。切ってない女性が汚い女性として見なされてしまったり、そういうのがあって、キャディさんも村ではやるのが当たり前っていう風になっているので、逆にやらないっていう選択肢が口にも出せない。そうなんだ。ちなみになんですけど、今はそういう文化はセネガルにはないんですか？セネガルでも、まだある。奥の村の方だとあるんですね。観光客がよく行くダカールとかその周辺には全然そういうのはないんですけれども、うんうんうん、内陸部に入っていくとまだ残って、うん、なるほど、そういうことだったんですね。じゃあその4ヶ月を終えるじゃないですか、はい、で日本に戻ってくるじゃないですか。実際一番学んだことって何かあったんですか、その4ヶ月の中で？とにかくいろんなものを4ヶ月で見すぎて、うん、自分の頭の中はパニックで戻ってきて、はい、すみません、学んだこととちょっと違うかもしれないんですけれども、全然大丈夫ですよ。自分に何ができるんだろうっていう、うん、逆にこう絶望感みたいなものがあったんですよ。なるほど。問題がすごい、セネガルいい国なんですけど、いろんな起こることとかもあって、うんうんうん、でも自分自身はこれから就活して卒論を書いて、自分に何ができるんだろうっていうような逆に、ね、感じでしたね、はい、いろんなことを得ようと帰ってきたのに、はい、得すぎて逆に何やればいいか分かんなくなるのとむしろちょっと落ち込みますよね。そうですね何もできてない自分にね、はい、確かにね、それはあるかもしれないですね、はい、じゃあそんな落ち込み時期があったけど、どうやってその後の就職とかやっていこうと思ったんですか？翌年も研究でセネガルに行って2回大学のうちに行くことになるんですけど、卒業してからはどういう就職先にするか迷って、やっぱり NPO とかも興味はあったので調べたりはしてみたんですけど、その時の私の NPO のイメージっていうのは、自分の身を削って本当に夜遅くまで残業もして、土日もイベントとかでも出勤して、自分自身の生活を全て削り削って安い給料で働くみたいなのが NPO の私の中のイメージだったんです。今は全然そうじゃないと思うんですけど、そういうイメージだったので、キャディーさんの応援をしたいっていう気持ちはあったんですけど、それ以外の全く行ったこともない国だったり、そういった国際協力に自分が身を捧げられるとは思えなかったので、一般企業に就職していつか青年海外協力隊に行ってもいいし、なるほどね、そういう選択肢を残しながら一般企業に就職しました。なるほど、そうなんですね、はい、じゃあ国際協力っていうところで、まあ、セネガルでいろんなことを思いつつも一般企業に就職しに行ったって形なんですね、はいそうですはい、ちなみに一般企業ではどういったことをされてらっしゃったんですか？最初はシステムエンジニアを選んだんですけど、それもシステムエンジニアになっておけば後で仕事はいくらでも見つかるかっていう計算高い世界中どこでも使える知識だし、確かにありますね、よくバックパッカーとかでありますよね、なんかどこでも、はい、仕事ができるみたいな、はい、憧れを持ってなったんですけど、待ってみたらこれはちょっと自分には全く向いてないなと思いまして、何が自分に一番向いてなかったんですか？私は機械音痴だ、初歩的なところなんですよ。あ、そうなんですね。でもそこの調整もしに行ったんですけど、これダメかもっていう話になったわけですよ。まあ、適材適所っていうところがあるんで、はい、自分にマッチングしなかったんですね、はい、その職種は、はい、なるほど。じゃあそういったところも含めて今後のことを考え出していくって形なんですね、はい、なるほど、ありがとうございます。まあ、この動画では大学の休学時代、セネガルで何してたのかっていうところから、大学卒業してどういう道に選択したのかっていうところをお聞きしたんですけど、次の動画では今されていらっしゃるアパレルブランドのお話をしていただこうかなと思ってます。はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。